こんにちは。またオリガルヒでご質問いただきまして、今1時間軸がですね、1時間軸で見てると小刻みな動きがたまにひげも出るんですけども、こう揉み合ってるような感じです。いわゆるエネルギーが溜まった状態っていう表現するんですけども、これは一体どういうことでしょうか。これをね、具体的に解説しますとですね、何が起こるかというととても参考になると思いますよ。今ね、1時間を見てこの小さな揉み合いがあるってことは、1時間で見てる人の中で大きなエントリー、つまり玉をですね、貯めてる方はそんなにいないってことなんですよ。ですので1時間でエントリーする、もしくはその買い足の方でエントリーした方が逆張りの決済にあってちょこ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 動いてるんで、今ね、多分ね、あのポジポジ病の人が結構ね取られてると思います。エントリーをしちゃロスカット食らう、エントリーしちゃロスカット食らうで、もうハーッとメンタル巻いてるところだと思います。でも長期の足でどっしりとね、129円とか128円でポジションを持ってる方は当然1時間の方意識しませんから、その玉はあるんですよ。長期の玉はね、しかもこれ金額でかいです。でこれから何が起きるかっていうと、131円を突破したらブレイクすると読んでるのは、実はね、この大きな長期な決済額が解放されるっていうふうに考えるからなんですよ。むしろそちらの方を気にした方がいいかなと。だから1時間っていうのは、1時間でやり取りしてる人も見るけども、1時間でやり取りしてる人が少ない時はより大きな時間軸で勝負してる人の大量の資金を見るわけですよ。でここでもう一個説明すると、もうご存知かもしれませんけども、その時間軸が大きければ大きいほど金額でかい玉を持ってるんですよ。で時間軸が小さければ小さいほど小さなロットで金額でやってますね。でそう考えるとね、どっちがより大きく相場に影響をもたらすかってことを考えに至ると思います。で繰り返しますけど、現在1時間で分かるのは、1時間の玉のやり取りっていうのはそんなにでかい金額で行われてないから、こうやってね、ちっちゃいあの陰線陽線になるんですよね。でこれが大きく動き出すのは131円あたりで、長期の玉、まあ4時間も込みですけども、デイリーとかウィークリー、これがバスンと解放されるから、新規でバスッと入ってくるみたいな大きな動きがあるんで、131円ブレイクを狙うってことなんですよ。もちろん131円ブレイクが起きないかもしれません。もっともっと別の、やっぱりね、長期の時間軸で考えてる人っていうのは1時間で考えてる人のことをそんなに意識してくれませんからね。で私たちは1時間で見てるからこういうふうな解釈になりますけども、でも長期で見てる方っていうのは、135円まで新規入れないぞとかね、135円まで売らないぞとかね、逆に128円とか125円になるまではもう気にしないぞっていうふうに構えてる可能性が大きいです。その方たちは投入する資金も余剰資金もでかいんで、本当にね、私たちをかけ離れた考えでエネルギー貯めてますんでね、うん、はい、じゃあもう一回まとめましょうか。1時間でこの小刻みが起きてるってことは、1時間でエントリーする人の小さなロットがリグイにあったりロスカット食らったり、あんまりこう小刻みに、本当小賢しいチョコ材なね、小さな動きをしてるだけなんで、あんまり気にすることはありません。で、私たちが狙うのは、ブレイクするだろうなって思うところに大きな資金、長期軸でお金をバスンと入れたり抜いたりする人がいるんで、そこに乗っていきましょうってことなんですよ。私たちは大きな資金、大きな時間軸で勝負することはあんまりできませんので、その大きな時間軸、大きな資金を動かしている人に1時間の立場から乗っていきましょうっていうのはね、小判ざめ商法をしてるわけですから。じゃあもうちょっと具体的に言うと、ヘッジファンドの動きに合わせていくとかね、暗号通貨でいうとクジラの資金の出し入れにくっついていくってことです。まあテクニカルはそのために使ってるわけなんですよね。はい、いかがでしょうか。まだ説明できるんですけども、この辺にしときましょう。混乱しちゃうんでね。はい、では今日の時点ではそんな感じですかね。ゴッドファーザー。